ハーパイ諸島とリフカ島の地図。パンガイは、リフカ島の西岸に位置する。パンガイの街中パンガイは、トンガのハーパイ諸島に位置する村。ハーパイ諸島の行政上の首都である。村は、ハーパイ諸島に属するリフカ島の西岸に位置し、人口はおよそ2000人である。村の中心街は、カトリック教会の周辺と港へ向かうホロペカ、通り沿いに形成されている。 中心街にはいくつかの商店と一軒のレストラン、一軒の銀行がある。また、トンガ政府観光局や郵便局、警察署、中等学校も置かれている。歴史的な遺産は、ごくわずかしかなく、教会が数道、コロニアル様式の住宅と墓地がいくつか見られる程度で、ある。リフカ島空港が、パン街の北約3キロメートルの位置にある。道路には、豚が溢れている。 村内にはフェリー乗り場があり、パンガイフェリーターミナルと呼ばれている。フェリーターミナルからは、ウィハ島行きの連絡船が就航する。メソジストの宣教師であるシャーリー・ベーカーは、ジョージ・トゥポー一世のもとで首相を務め、1903年11月16日にパンガイで亡くなった。ベーカーの墓と記念碑が墓地に残り、観光地となっている。ありがとうございます。